はい、ではビデオのレコーディング開始しました。では番組の収録も開始していきます。では今夜もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いきます。5、4、3、2、1。皆さん、こんにちは。高坊のキックオフ第3回目、放送開始でございます。前回ちょっとマイクの音声、ちょっと難があったようですので、ちょっと方法を変えてみました。もし何かまたございましたら、ちょっとまた変更を修正してまいります。ちょっと前回の放送で、一つ自分でこう、忘れてしまった、内容がございましたので、それちょっとご案内いたします。審判のウェアに関してなんですけれども、高校サッカーでは、従来、プーマが、供給してましたが、現在はスフィーダというところが、審判ウェアを供給しております。ちょっとまあ、聞き慣れないメーカーですけれども、そういうふうなスフィーダさんが出しております。ということでございました。で、前回、最後の方で、駆け足となってしまいましたが、審判の道具について、駆け足で申し上げましたが、ちょっと軽くご案内いたします。まず、主審が持っております笛ですけれども、こういったものですね。ちょっとまあ、映るかどうかわかりませんが、これです。コルクが入っているタイプと入っていないタイプの2つがあります。で、これが今、ほぼ、まあ、主として使われている、バルキーンというタイプの笛です。なかなかの値段はしますので、まあ、そんなに、おすすめは別にしません。フォックスという笛もございます。そちらの方が安く、買えますし、それなりの大きな音も出ます。それと、イエローカード、レッドカードですね。こちら。が一式ございます。で、カードにシールが貼られてまして、これは市販しているものと、あと、まあ、協会が、まあ、特別に審判員に発行して、まあ、プレゼントしたものもございまして、ここに、選手に警告とか退場を出した時の時間と、選手の番号、そして理由を簡単にメモできるものが、ついてまして、鉛筆で書けまして、消しゴムで消すと何度でも使えます。そういうものです。で、審判によっては、審判記録カードというものがありまして、ここに記入する方もいますけれども、ちょっと次は。顔の前の方が映りそうですね。そうですね、ここで、これを、に記入をする方もいます。まあ、ただ、瞬時のやりとりですので、まあ、イエローカード、レッドカードに書いた方が、わかりやすい。と私はそう思っているので、そこに書いています。それと、あと、試合の開始におけるキックオフと、どのチームがどちらかどちらを攻めるのかということで、それの、ポスコインですね。500円玉でも全然、コインなら何でも構いません。スロットマシン用のコインでも何でも構いませんので、そういったもので、まあ、投げ上げて、それをキャッチして、表裏、それぞれの、場所を決めて、どちらがキックオフするのか、攻めるエンドを決めるのかをやっていきます。それと、副審にとって大事なのは、フラッグです。まあ、こういった、ひし形模様の、
フラグと、あと、4分割されたフラグがあります。で、絹の材質は、まあ、問わないんですけれども、まあ、天気が悪い時に、まあ、水を弾く方が、安定して、使えるので、こっちの方がいいですね。これなんだろう、ポリエステルなのかな、そういった、水を弾く系のフラグになってる。で、あとは、まあ、第4の審判員が、使うものとしては、交代ボード。これは、まあ、チームとか本部が、まあ、主として用意しますし、まあ、審判員個人でも趣味で持っていらっしゃる方もおります。こういったものがありますので、あと、まあ、鉛筆とかですね、そういったもので、記入していきます。まあ、簡単に持ち物紹介を、ちょっと駆け足でやってみました。で、ちょっと画面を共有いたします。本日の目次ですけれども、サッカー審判員としての活動と更新。で、2番目、楽しさを知ろう。で、3番目、第1条、競技のフィールド。そして、まあ、雑談で予告。やっと第1条に入っていきます。で、サッカー審判員としての活動ですけれども、これはまあ、基本的に、サッカー協会の方から、いついつの試合ということで、依頼の連絡が入ります。で、それによって、その審判員の活動をこの日はできますよ、できないですよっていう、この最初のこの、なんていうでしょう、打診をしておいて、それに応じてその担当者が割り振るんですけれども、そういったまあ公的なと言いましょうか、そういう、試合での活動というのがあります。もう一つは、まあ、個人的な、例えば、そのサッカーのイベント団体とかですね、そういった団体が主催する大会、もしくはその、まあ、市区町村内でのそういった、まあ、特別な交流試合ですね。そういった形で私的な、審判の依頼というものもあります。そこでの活動ということで、まあ、大きく分けて2種類あります。まあ、公的私的って言い方がいいかどうかわかりませんけれども、東京に関しては、非常にチーム数も多い関係で、試合数が非常に多いです。で、多いんですが、審判員の数が足りないっていうのが現状です。なので、なかなかやりくりが難しいというものもあって、まあ、ただ登録者は多いんですが、実働者が少ないというのもあります。で、問題となっているのがですね、個人的な感想ですけれども、選手に関しての注目度は非常に高いんですけれども、いろんな競技に関しての審判員に対しての、その社会の認知度がちょっと低いような気がします。大会と言いますが、選手だけでは、まあ、成り立たないわけですね。その、まあ、競技の質にもよりますけれども、まあ、審判員が、参加しなければ成り立たない試合も、大会もあります。ですが、こう、休みの取り方とかですね、仕事の、まあ、スタイルとかに関して、なかなかその、企業団体からの、なんて言うんでしょうね、アドバンテージが少ないというか、低いというか、そういった、恵まれない中で、各審判員個人が、まあ、有給休暇を使ったり、日頃の週休2日の中のこう休みを上手にこう工夫しながら、各大会に参加したりというのが、まあ、実情ですね。なので、もう少しその選手のみならず、その競技の質を高めるのであれば、審判員への、なんていうでしょう、配慮も必要じゃないかなと個人的には思っています。ですので、まあ、その点はちょっとまあ、日本の社会では残念な点かなというふうに考えます。で、今度活動、この更新は年に1回の、まあ、更新講習会というのがありまして、まあ、体力テストとか、ルールテスト、そういったものをクリアしなければいけないと。で、冒頭1回目かな、申し上げたかもしれないんですけれども、まあ、2級審判員の場合というのは、ヨーヨーテストですね。そういった体力テストをクリアして、で、あとまた、
大体年度末か年末付近にある講習会で、まあ、ルールテストなどをやって、それでクリアすると、翌年度の更新が認められるというふうになっております。で、楽しさを知ろうということですけれども、やはり、みんなと広い場所で走れる。こういったのが魅力かなと、個人的には思っています。で、そうですね。それで、体力的に、まあ自分自身も自信がなかった時代、トレーニングをして、で、どんなそのカテゴリーでも、まあ、対応できるような、体力を身につけることができた上でのこう楽しさというのもありますので、まあ、あと、まあ、上級審判になったことでも責任の重みも、まあ、痛感しながら、両チームに、納得してもらえる、そういうジャッジを、常日頃していきたいというふうに考えてやっております。ですね。ルールテストをやったということですが、今度ようやく第一条に入っていきます。競技のフィールドというふうに、競技のフィールドというふうに書かれていますけれども、ちょっと、まあ、専門用語と言いますか、ちょっと難しい言い回しなんですけれども、競技のフィールドって何かって言いますと、この画面、ご覧になれる方は画面を見ていただきたいんですが、タッチラインという長い方のラインと、ゴールラインという短い方のライン。この長方形の中のことを指します。そう。なので、グラウンドとか、まあ言ってたり、まあフィールドと言ってたり、あと、ピッチという言い方をしますけれども、ピッチというのは、フットサルの正式な、まあ、コートの用語がピッチなはずなんですね。で、一応サッカーにおいては、公式には競技のフィールドって言います。なかなかこう、言い慣れないというか、グラウンドとか、こういう表現が多分一般的なのかなと思うんですけれども。で、公式な、この競技のフィールドの、まあ、大きさ、これはワールドカップでも、まあ、J リーグの試合会場でもそうですけれども、まあ、ヒアゴンスタジアムもそうですかね、そこでも105メートルと68メートル、これが、まあ、国際規格で、日本でも推奨されている企画です。で、間違ってはいけないのが、絶対に正方形にはなってはいけないっていうことなんですね。必ず長方形で作らなきゃいけない。ということであります。で、審判員にとっては、ルールテストでもそうですし、実際会場に行くと、芝ではない、クレーという土とか砂、硬い、そういう学校でいう運動場のような、そういう条件の場所もあります。そうなると、審判員は、その試合会場に着いたときに、フィールドをチェックしなきゃいけないですね。必要なものが備わっているのか、破損はないのかとか、あと、このフィールドのラインの状況とか、それを見ていくのに、寸法、数字はすごく大事です。長さとかですね、それを理解したり暗記してないと、実際現場に行った時に、これ間違ってるのかな、正しい線なのかなっていうのが分からなくなりますので、そうすると間違った状態で試合が進められて、後で痛い目に遭う場合もあります。で、理想的なラインなんですけれども、まあ、幅は12センチ。これがまあ理想的です。学校とか、まあ、その会場によっては、まあ、ラインカーが、まあ、5センチとかなんか、7センチとか、そういう短い、ラインカーを使う方もありますので、まあ、それはそれで、まあ、その場所に応じた形で作っていけば問題ないです。で、よくその間違ってしまうのが、センターマーク、キックオフをするときにボールを置く、その場所とか、PK をするときの場所を、昔よくバッテンっていう風にラインカーで聞いてた人が、
時代があったんですけれども、正確には、まあ、直径22センチの円で書かれるべきものです。で、本当クレーの時は、本当の、その会場チームがですね、朝早く来て、すごい長いメジャーで寸法を測って、必死にこう、綺麗に整えて、まあ、ラインを引いたりとかしてたんですけども、それでもやっぱりまっすぐには当然、厳密には引けないので、ちょっとくの字になったりとか、曲がったりっていうのもあったんですけども、まあ、それはそれでね、一生懸命やってもらったので尊重して、使ってました。なので、それぞれの数字は、まあ、覚えておいていただいた方がいいですね。心配に対して、とってもそうですし。それで、そうですね。会場の点検に関して、あと、持って行ってほしいものは、ビニール紐。これはあった方がいいです。というのは、ゴールネットが非常に古いものが備わっている会場もありまして、あちこちこ破れてたりします。そういったものを補修する必要があるので、ビニール紐は絶対持ってていただきたい。会場の本部とかチームが持っているかというと、そうでない場合もあるので、やはり審判員がしっかり公正公平に試合を進められるようにするためには、やはりビニール紐ですね。それは、まあ、100円ショップでも売ってますので、必ず、まあ、簡単に用意できます。それを持っていけば、不測の事態も防げますので、ぜひ、お願いしたいというところですね。で、雑談の方に入っていきますが、各審判員のですね、カテゴリー、階級の違いが、ワッペンになって現れています。で、一番最初に、受験して得られる4級が、そうですね、緑色っぽい色をしたワッペンをもらいます。で、3級になると、まあ、どうですかね、どう、金銀銅というところの銅ですね。の色のワッペンをもらえます。で、2級になりますと、銀、シルバーに近い色のワッペンになります。で、1級審判員になりますと、これはゴールドの金色の刺繍されたワッペンを、まあ、もらえます。で、あとですね、この画面をご覧になられている方は、その下にリスペクト、大切に思うことという細長い長方形のワッペンがあります。これは、日本ですと、審判の右袖の方に、試合中貼り付けるということになってまして、ですね、ちょっと今、画面を戻して、私ちょっと今日審判着を着てるんですけれども、こういった形で、階級のワッペンは左胸のところに。で、リスペクトのワッペンは右袖の方に。こうやって貼るようになってます。はい。で、昔は左の方にフェアプレーワッペンというのがあったんですけれども、まあ、FIFA というところで廃止になってしまいまして、現在はこの2つのワッペンをしています。で、ヨーロッパの UEFA の方では、左の方の袖にリスペクトという、英語を表記された細長いワッペンが、発着されているものがありまして、それをつけてます。で、日本においては、まあ、おっしゃっていたリスペクトということで、両チームに審判員へのリスペクト、当事者同士のリスペクトを、まあ、推奨しているわけですね。で、あと、フィールドにおける、ゴールなんですけれども、これはまあ、覚えておいた方がいいということもあるし、あと、まあ、ルールテストでたまに出ます。なんか、本当に予備校の講義みたいになってしまいましたけど。ですね、長い方、ゴールの、まあ、バーですね。そこが、基本的に7.32メートルあります。で、ポストという両端のこの柱の部分ですね。この柱が、
2.44ということで、そうですね、2.44メートルですね。2メーター44。ですから、2対3ですね。そういった形で覚えておくと分かりやすいです。で、あとは、PK のマーク、ボールをセットするところからゴールまでが11メートル。で、サークル、センターサークルと、あと、ペナルティーマークという、あ、ペナルティーアークという、その、なんだろう、楕円ですかね、その、そこが、9.15メートルというのがあります。で、あと、このタッチラインとゴールライン、そこの、角っこの方にコーナーエリアというのがあります。そこは、四分円という、円の4分の1の弧をマークしたこのラインがあるんですけれども、そこの、ちょうど外側の部分から、ゴールに向かって、9.15メートルのところに、外側に今度5センチ離して、20センチくらいだったかな、その線を引きます。というのは、その、コーナーキックの時に守備側の、競技者が、近寄ってこないように、それを見る、目安として、ラインが引かれています。これは任意なので、別段あってもなくてもいいんですけれども、あった方がコントロールしやすいということになっていますね。あとそうですね、最近人工芝も非常に多くなっています。そのため、非常に私たちにとっても楽ですし、会場設営者側にとっても、ゴールを設置して、あとコーナーフラグポストを立てて、置けばもうそれでもう試合ができるようになってますので、昔よりは非常に楽になったと考えられます。で、非常にその人工芝化っていうのは非常にお金がかかります。数億円から10億円近くかかるものですので、非常に私も含めてすごく感謝しています。本当昔に比べたらもう大違い。で、あと、審判員として試合中、気をつけてほしいのが、人工芝とか天然芝じゃなくて、普通のクレーですね。そこで、石灰でラインを引くんですけれども、そのラインは、できるだけ消さないように動いてほしい。特に副審に関して。副審はもう外側、タッチラインギリギリのところを走るんですけれども、往々にしてその、白線を踏んだりとかしてしまいます。そうすると、その石灰が何度か踏まれることによって薄くなったり消えてしまいます。そうすると、自分自身がそれを判定するときの目安がなくなってしまうので、できるだけそのタッチラインを踏まないように気をつけて、ポジションを取っていただきたいというのが、自分の経験からしても、そう思っていますので、副審をやる方は、慎重に、自分の生命線である、タッチラインの白線を消さないようにしていただきたいということであります。それで試合の前の点検において不具合が出た場合はもう速やかにもう迅速に本部と協力をして修正をしていきましょう。そうでなければ試合中に何か起こった時に、やはりその審判員が、怠慢で、チェックしなかったためにってなって、いろいろと、また揉めたりもしますので、もう事前に、未然に防ぐ、そして、良い試合を演出していくっていうふうにしてい残ほりしい2分です。それでですね、あとは、そうですね。大体基本的に今日の内容に関してはこれだけですが、もう一度画面を見ていきます。残らないかな。これがさっき言ってた、寸法、数字ですね。だいたい標準規格は68メートルゴールライン、105メートルタッチライン、そして、
9.15のペナルティーアーク、センターサークルが9.15メートルですね。それと、ゴールラインからペナルティーエリアの縦のラインが16.5メートル。で、こ1の分前です。ゴールポストから、ゴールエリアの縦のラインが5.5メートルという形でいろいろありますので、きちんと学んでおいてほしいです。で、この番組では、質問なども、ぜひお願いいたします。メールアドレスが 797@fmgino1.com で、ラジオでは電波とリスラジ、マイチューナーラジオでも聞けますし、YouTube ですと、こういった映像もご覧になれます。では次回また、第4回目で、お会いしましょう。本日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。おありがとうございます。疲れ様です。よいしょ。はい、これで、収録の方は終了です。本番での音声具合がちょっと今度気になります。まあ、多分、はい。まあ、ヘッドセットよりはまだマシかなとは思います。そうですね。そうあってほしいです。で、ちょっと動いても、やっぱりパソコンの方が音拾うので、はい。はい、今日は一応、胸とか見せるときも全然入ってましたんで。あ、よかった。ちょっとヘッドセットの方がちょっとまあ、質が良くなかったり。ちょっと一回レコーディング終了しますね。はい、ありがとうございます。